今日紹介するメーカーは M2 マシーンのオートジャパン1971日産スカイライン GTR カストムです。昨日ノーマルなやつを紹介しましたが、今回はカストムです。では開封します。シールで貼られてます。ざくりパカリ、出てきました。もうケースに入ってるのいいですね。とても高級感あります。おお、確かにカスタムされてますね。では開けてみます。これがいつも緊張します。お、開きました。チャララララーン、ノーマルなやつとだいぶ違います。値段は一緒なのでこっちの方がお得ですね。ではミニカーを台座から取り外します。取り外し完了です。まずは左側面、正面、右側面、後ろ、真上、真下です。真下はしっかり加工されてます。そしてここダイキャストです。この部分だけプラスチックです。タイヤは樹脂です。ゴムのように柔らかいです。ちゃんとドアノブとキーを入れるところがシルバーで塗装されています。ここには模様があります。中を覗いてみます。内装もしっかりしてます。サイドミラーは樹脂です。柔らかい素材ですね。フロントの下にエアロパーツついてますね。これで空気がこう流れるわけです。フロントグリルの部分には GTR の文字が入ってます。センターにも短方印刷が入ってます。そしてこのボンネットが開きます。こっちのボンネットは開きやすいですね。パカパカしてます。どっちかっていうときつい方がいいですかね。ちゃんとエンジンが入ってます。エンジンもダイキャスト製です。パタリ、ワイパーもシルバーで塗装されてます。ブーンときて、運転席側から覗いてみます。
後ろのライトには赤色のクリアパーツがはまってます。そして DTR の文字、ナンバーの部分にも DTR の文字が入ってます。スカイライン 2000GTR、 この真ん中の部分にもスカイラインって入ってます。後ろにはディアスポイラーがついてます。控えめな感じですね。というわけで M2 マシンオートジャパンの1971日産スカイライン GTR カスタムの紹介でした。どうもご視聴ありがとうございました。